こんばんはやっほー、こんばんは。壁見えるかな、ちょっと見せたいな。こんばんは、公演ありがとうございました。見てくださった方、来てくださった方ありがとう。こんばんは、おつです。大地さんハートありがとう、ありがとうございます。こんばんは、おつです。おつおつおつ、いろいろとおつ、6月もおつ、七並べもおつ、なんだ木曜日おつおつおつ。髪型いくかわいい、やった。これは今日は TWICE のももさんをの写真を見せてやってもらいました。だから私は今日は TWICE だ、トゥ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 ルトゥトゥ、チャチャララチャチャラってやりながらメイクさんにありがとうございますって言ってももさんのニューニューニュー、ちょっとどの画像を参考にしたか見せたいけど、あの顔全然違うんだけど、あの申し訳ないんですけども、TWICE モーモーヘアアレンジ、ありがとね。こんばんは、かわいい髪型、ほんとありがとう。あ、あとあれだね、そう、七並べ、七並べ第2位でした、イベントランキング、ありがとうございます。最初は8位に入れるかもわからない立場だったのに、本当にびっくりです。この結果は嬉しいです、ありがとうございます。そうで、まあね、一瞬1位になったりとかもあったので、え、もしかしてと思ったけど、やっぱりまだまだ先輩には及ばないということで、推しメンさんは強かったということで、1位ではないんですけど、2位もめちゃくちゃ、ちょ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 、お母さん静かにしてくださいそう、2位もめちゃくちゃ嬉しいので、あのね、もうね、ということは SKE さんとのライブで、あの12月に、ね、八王子で会えますので、皆さんぜひぜひお待ちしております。ありがとう、楽しかったね。いや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 、ありがとう、楽しかったしきつかったけど頑張った。今日の最後の最後もさ、最後の1時間ぐらいで結構なんか点差がちっちゃくて、やばい大丈夫かなって思いながら、もう必死で必死でやってたんですけど、なんとか無事に2位でフィニッシュできました。1位は推しメン様なので、推しメン様の横に立てたりするのかな、どうなのかなって思いつつ楽しみです。 TWICE のももちゃんの画像を見つけました。よいしょ、この髪型をやってもらったよっていうの、ちょっとあの米印イメージが米印イメージがなんだけど、これですね、これをやってもらったけど、なんか高めのハーフアップみたいなで巻いてる、大きめのウェーブ巻きみたいな感じ、これをね見せてやってもらいました。なんか髪型迷ってて、誰か検索しようと思って思いついたのが TWICE のももさんだったそう髪型も可愛いし、公演も楽しかったし、並べもありがたいし、ルンルンな気持ちです、はい、でもちょっとあの悲しいあの発表もありましたけど、ほのたんさんの卒業発表という、でもほのたんさんがあのなんかなんて言うんですか、すがすがしい感じで発表してくださってたのでまあなんかね、ちゃんと送り届けようっていう気持ちですけどな、ありがとう、髪型ステージでも映えてました、回しやすかったですね、フラストレーションで。まだちょっと巻き残ってるの嬉しいですね、なんか今日の服にもなんか合ってるしね。そう、公演見てくれてた方ありがとう、うん、びっくりしましたね、本当に本当に一切何の素振りもなかったんですよ、本当にね。そうね、ためらいもなく発表した、そうなんですよ、あそこで本当はいつもなんか今日の公演の感想とか聞いていきましょうかねって感じで、このダンさんが聞いていくから、でココアさんと奥さんに聞くって言ってたんですよね、聞こうかなみたいに言ってて、そしたらまさかのなんとっていう感じでびっくりしたんですよ。だから
最後までね一緒に見届けましょう皆さん。リーダーがいなくなってしまうマイカは悲しいんですけど、沖さんがリーダーやってくれるのかな。あの MC で今言ってたけど本当にやってくれるのかな。エスベさん似合う、ありがとう。ジュルン、ニャンニャンニャン、ありがとうって言ってるっぽにしとこう。ありがとう。みんなもやっとねいっぱい寝られるよ。12時まで起きなくていいし、朝5時に起きなくていいよ。明日はねもうね目覚ましかけないよ私。ちょっとゆっくり起きるよ。ゆっくり起きる、でもゆっくり起きるって言って多分ね癖で早く起きちゃうかもしれんけど、うん、ですね。なんか今日はねなんかいろいろ話したいことあるけど、しなべもありがとうだし、で公演もね今日実はメンバーがちょっと違うなって思った方もいると思うんですけど、今日はですね前に初日の時はリコちゃんがやってたポジションに私が入って、で私がやってたポジションにパセが入ってくれてっていう感じで2人が新しいポジションだったんですね。 そんな感じで、だからパセとこの前もあのレッスンした時に、私はもうね七並べで頭いっぱいいっぱいすぎて、その時はもう本当にやばかったんですけど、うん、でもねなんとか2人で初日このポジションでの初日をね無事に迎えられました。ポジが違うからね、あのセンター曲とかも結構違う。もう本当にあのね全部の曲歌割りが、例えば この3人とこの3人で歌割りが分かれてるってなったらもう全部真逆だったんですよ、リコちゃんと私のポジション。だから本当そもうねめちゃくちゃ頭こんがりそうでね怖かったんですけど、あユニットも違かったしね。そうパセと私はたまにね新芽とかがあったりするんだけど、金友さんありがとう。こんな初めて見たけど、傘のタワー、傘熊タワーなんて言うんだこれありがとう。それで待って、あのあスクショしとくね、ちょっと待って、でもボードあるかも、ちょっと見てみようか。こんばんみほです、どうもどうもどうも、いろいろ大変頑張りましたわ、ありがとう。いや本当もう脳みその中がぐしゃぐしゃになりそうでしたけど、うん、なんとか耐えました。今日もね今日は仮眠ねしてないんですよ今日。だから仮眠せずに公演のリハやると、お結構来ますねって感じだったんですよねリハーサルは。だけど今日はちっちゃいのあるかね分からん今日はなんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ、私し語彙力減った語彙力、あそうだ、今日はもういろいろお疲れ様ってことで、なんかね夕飯を買っていこうと思ったのね公演の時。夕飯今日お弁当出ない日だから公演に夕飯を買っていこうって思って、夕飯を買いにコンビニ2軒行ったけど、なんかないなと思って、なんかないなって思いながらちょっと冷たいもの食べたいって思って行って、私の大好きなお餅の仲間である団子、夕飯はみたらし団子を食べました。ない、あれあっちとか、ああママ心配されてる、おもろい倒れたかと思われてるなんでよえ、だってアウチーとか言ったよ、あ聞こえたよ、天の声さん暴れてる、はリコチカ、天の声さんリコチカ、なんでよ、うん、工藤リコですです。そうだからね夕飯にねみたらし団子食べたんだ。だからそれ食べたら本番前にエネルギーみなぎってきて頑張れました。いっぱい出てきた、ありがとうタワーのお礼書きます。ボード出してくれたので、こんなにいっぱいボードあったっけ、私なんか書いてないボードいっぱいあるよ。えこれが使っとるボードこっちにしよう、なんかいろんなスケッチブック出てきた、なんか枠が書いてあるんだ、あ本当やん、それにしよう、久々のボード登場。いや大丈夫、これ入っとる。お母さん、片揚げポテト食べていいよってさ
前の懐かしい。え、堅揚げポテトでね、ポテチかでね、探してるものがあるのに、でも中部地方限定みたいなやつだったんだよね。だから買えんけども、もう堅揚げポテチが食べたい今。食べたいね。でもコンビニ帰りに見たけど、1個しか、あの1種類普通の味しかなかったけん、あれだけど、そう、中部地方限定のね、白エビ味、中部かな、あ、中国、え、ああ中国がここだわ、ダメだ、パセリがいいよ、パシェがなんかね、遠征した時に買ってたのかな、なんか。でも白エビなら、どこ検索検索、富山とか石川とか、あーね、ってことは、ってことは。あ、でも中部エリア限定だって。あら、やっぱそうなんだ。パシェいつ中部行った、知らんあれ、PR 部で中部行ったっけ。なんかね、そう、白エビ味の堅揚げポテチがめっちゃ美味しかったよってパシェが言ってて、ママにおすすめしてきて、ママエビ好きだから、だから食べたいんですけど、ここは中国地方なのでね、買いに行こう、中部までポテチを食べにね、いってら10個ぐらい。そう、あ、パシェのお父さんのお土産なんだ、はぁ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 、はあ、パシェのお父さんはね、うん、タホって呼んでくれるお父さんね、 ありがとうございます。ミホにもタホにもよろしくお願いします、見てたらタホも待ってる、白エビ味のポテチ。でもね、ポテチってそう、ご当地のポテチとかあるじゃない、それもその一つなんですけど、そうだからね、なんか他にもいろんな味とかあったら食べたい。あ、物産展とかにね、中部地方物産展してくれんかな、じゃあ。なんやかな、ちょっとお世話になりたい。でもね、中部だったらやっぱ今ね、名古屋に行きたいね、名古屋行きたいとこいっぱいある、あと兵庫もいっぱい行きたいとこあるけど、でも京都もいっぱい行きたいとこもあるし、でもやっぱ東京も行きたいし、安定の大阪も行きたいし、仙台行きたい、あ、でそれな、思った、今思い出した、あ、仙台も行きたいし、北海道も行きたいし、もうダメだ、行きたいとこ多すぎる、体と日程が足りない。あー、美味しいものいっぱい食べに行きたいのに。にゃー、じゃあさ書きます、お礼。何、熊タワーでいいんかな、これ。ね、行きたいところだらけなんですよ、本当に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 。初見さん、こんばんは、エステファーテートのみほりんこと田中みほです。いやーね、グルメ旅、私たちの旅行はいつもグルメがメインなんですけど、でもまあ京都は絶対暑いよなってことで、夏はちょっと無理かなって思いつつあるけど、でもどこも暑いよね今はね。今日もね、本当に暑すぎて、リハーサルやる前の控え室ですら寒、間違えた暑くて、もうできるかな今日公演大丈夫かなって、始まる前は不安だったんだけど、始まったら楽しかったですけども、大丈夫だったけど、そうなの、本当に暑かったよ。だから旅行行きたいけど、でも暑い、旅行って歩くし、うわーって思っちゃうね。俺書こう、熊タワー、ありが、もうタワーのお礼とかも久々に書いた、もう七並びしかひたすらしてなかった気がするよ私この1ヶ月。なんかもうさっきも癖で開いちゃったもん、七並べやっちゃったもん。なんかでもさ、なんかあのすごい桁の七並べ見てたからさ、あのランキングで、だから今さ、推しメンイベントまだ始まったばっかじゃん、今回のこの今月7月の七並べだからさ、なんか桁え少なくねみたいな、なんかもう本当になんかもう麻痺してるんだよね。そうなの、いや並べちゃったよ、さっき3回ぐらい並べちゃったよ、もうあっという間にロロロロンって上がってたよ。あ、そう、ちなみに推しメンイベントも今回のイベントが過去最高の順位なんですよ、多分私一桁台に推しメンイベント行ったことないと思うんだよね。9位だったかな、推しメンイベント。ありがとうございます、本当に大感謝大感謝。見たことない景色がちょっと見れまして、
楽しみです、ライブも。でそうだね、しらべの次にしないといけないこと、今日、そうだそうだ、これ言い忘れてた、メールで言おうと思って忘れてたけど、あの、すべきこと、オンラインお話し会にちゃんと正しく行けるようにすべきこと、すべきこともね、今日までなので、皆さん、お忘れなきようよろしくお願いします。あの、簡単に言うと決済なんですけど、よろしくお願いします。ありがとうね、みんなもお疲れだと思うんですけど、七並べもめっちゃしてくれてるし、初日に済ませました、素晴らしい。今日最終日なので忘れてたって方は、そう、すべきことよろしくお願いします。そう、あと数時間じゃない、あと1時間半ぐらいじゃない、ですのでね、よろしく。うんうんうん、お話会決済までが申し込み、そうです、遠足、お家に帰るまでが遠足っていうのと一緒です、よろしくお願いします。お忘れなきよう、忘れてたって方は今やってください。忘れてた、あ、危ないね、よかったよかった、忘れてなくて、決済してええよ、何も後悔なんかあるわけないってだよ、そうだよ、唐揚げポテト探してくる、うん、おすすめの味あったら教えてください、お願いします。おもろい、よろしくよろしく、いやだ、じゃあちょっと続きを書きたいと思います。ということで、はい、にょーにょーにょー、あー、にょ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 、お家帰るまでが公演、そうだよ、みんなも気をつけて、特に広島は今なんか今週カープがめっちゃやってて、今日も多分やってるから、まあ、もう帰ったか、みんな公演終わってすぐ帰ったら、もう帰ってるか、人多いから気をつけてって言おうとしたけど、まあ、もう帰ってるね、お疲れお疲れお疲れ、よいしょ、2022 6月30 6月、ラストタワー、ありがたわ、最初で最後のありがとう、わうわうわ、もう帰りました、よかった、気をつけて帰れた、怪我しなかった、よいしょ、カレントもありがとう、ちょっとテロップ消すね、はい、ありがとうわ、あー、ありがとうございます、くまちゃん、ありがとう、イエイイエイ、じゃじゃん、ありがとう、マイカーのヘタレめっちゃよかった、本当？ちょっと前に、あの前にヘタレやったのは四国かな、四国の時、今日もねヘタレたちをね、四国とマイカーとね2連続でセンターやらせていただいたんですけど、そう、セリフの言い方を四国の時とちょっと変えてみた、ちょっとニュアンスを変えて言ってみた、難しい、でわかんない、私演技は難しい、まだまだセルフィッシュアミティーズやってたけど、まだまだ難しくて全然できないですけど、自分なりに頑張ったので見てください、アーカイブとかを、ということで、金友ありがとう、じゃじゃん、カシャカシャカシャありがとうございます、ありがとう、かほちゃんもなんかありがとう、宝石ありがとう、最後のセリフ決まった、本当、あと個人的な一杯の水のセンターも楽しかった、あの、ええ、充電切れた、ライトの充電切れた、暗、充電しながらしよう、充電器引っ張ってよ、これじゃないか、コード、これだ、よいしょ、ドゥルル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 
しょ、ついた。まぶしいまぶしい、すごい明る、こんな明るかったっけ、ぐらいでいいか、よし、うんうん、よしよし、にょにょにょー、ありがとう、ちょっとよし、机映ってる。一杯の水めっちゃ良かった、本当良かった。一杯の水は私ダンスが好きなのね、真夏のっていうあのピョンみたいなのも好きで、だから嬉しかった今日できて。しかも最初の歌がさ結構長いじゃないですか、一人で歌うっていうのが。あんまり一人で歌割りがあるっていうのがないからさ、そんな、まあ、ユニット公演だったら多少はあるけど、あんなに長いのってなんかあんまなくって、そうだから緊張したけど楽しかった。そう、いっぱいの水めっちゃいいじゃん。そう、めっちゃ飛んでた真夏のって飛んでた嫌いじゃないんだよ直射に行こうとかも好き。めっちゃ、しかもこれ一杯の水をやってたフーさんがめっちゃ好きだったんですよ。マイカーの時も先輩方がやってて、フーさんの真夏もめっちゃ角度綺麗だったんですよ。それがめっちゃ記憶残ってて、めっちゃフーさんを見て真似してた。ちなみに私が今までやってたポジションはフーさんのポジションだったから、フーさんがやってたポジションだったから、ほんとフーさんを参考にやってたんですけど、今日もダンスは、その一杯の水はフーさんを意識してやりまして、そう、久しぶりモノマネ、やばいやばいやばい。8月の、でも8月のは似てなかったね、ちょっと多分似てなかったでしょどうかな、やっぱ思わないのはなぜだよねやっぱそこだよね。そこ以外のものはちょっと難しいね。まだちょっとココアさんが若干頑張ったら特徴はあるからみたいな感じだけど、全力でペダルこぐ、足元地面から熱を感じる、え、でも地面から熱を感じるんだみたいな感じじゃない、感じるんだって感じがちょっと難しいな。ココアさんは白いシャツ吹き出す汗みたいな感じかも、なんか白いシャツって感じはちょっとあるうん、かわいい。でもやっぱ一番パルトさんがいいな、モノマネしやすい。でパルトさんの歌わりをほのたんさんが今歌ってるじゃないですか。ほのたんさんはよくそのパルトさんに寄らずにほのたんさんの歌わりのように歌えてるなってすごいめっちゃ思う。なんかわかります？パルトさんの真似にならないのがすごいなと思った。めっちゃなんかほのたんさんの歌わり元からそういう歌わりかなみたいにな、やっぱ歌上手な方ってそうなんやなと思った。一応おきちゃんの油ゼミ、あ、わかる、油ゼミの声ね、ね、油ゼミってなってる、なんか可愛い、あの油ゼミって感じで、めっちゃわかるわかるわかる、ふうふう、すごい楽しかったな。でもやっぱりもう本当にもうまぶたがこうなるね。いやでもまつげ今日調子、今日そらはさんに言われた、まつげ調子良くないって言われて、あ確かにって思ったんだけど、確かにまだまだ上がってる。ちょっと今日はラメをちょっとライブなので乗せました。でちょっとさっき髪型の参考で見せたけど、 TWICE のももさんはちょっとだけアイラインが特徴的というか、アイラインなんか結構強めかなみたいな、あと涙袋ある感じかなっていう感じがね勝手にしたのでね、これね全然違うけどなれんけど、輪郭が綺麗やけど、ちょっと全然違うけど、違う、ちょっとあの頑張って、あとまつげはめっちゃ上がっとるイメージあるなと思って、ちょっと頑張ってね、あのメイクもちょっと頑張ったけど、跳ね上げラインなんだよな、ももさんは。うまいよな。このこれもいつかやりたいっていうのがあるんだけど、このなんかがっつりもう持ってってる系ポニテ、これもやってみたいけど、マジ可愛いよね、マジ顔面強いよね、フェイスライン綺麗だし、スタイルもめっちゃいいし。あと私いつか髪染めたいっていうのを
ちょっと一個今日見つけたよ。すごっって思うと思うけど、これまたももさん TWICE の見て、すごくない？なんかちょこちょこって、あ、いや、ショールームから連絡じゃない、通知来た。ちょこちょこってなんかちょこちょこって色が違う、やばくないこれ。でもさ、はい、髪染めいいよみたいな感じになってもさ、いきなりこれし始めたらびっくりするよね。さすがに、どうしたん染め忘れたんって言われそうよね、私が言ったらね。めっちゃ可愛い。スケバンデカポニテ、あ、そうだね。この触覚も何も残さないポニテ、すごい。やってみたいけどね。めっちゃ可愛いやん。でも今日はちょっとだけ挑戦した髪型でした。なんか今日はなんか暑いだろうけど結びたくはない、髪ぶん回したいなみたいな思って、下ろし髪は下に残ってる系のヘアアレンジしたいなと思って。そう、おしさいカラーのインナー入れようか、まだ、いいじゃん。グリーンでもいいだろうし、オレンジもいいだろうし、グリーンとオレンジだよね。グリーンとオレンジだよね。いいじゃんいいじゃん、片方でもいいし。にゃん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 。今日は巻きがほぼ取れてるけど、なんか取れかけぐらいの巻きで正解な感じの髪型にしたんですね。今日ストレートと迷ったから、あんまぐるぐる巻きにせんでもらって、やってもらって、ちょっとベテランのメイクさんなので好きな感じでしたね。でも絶対シャンプー大変なんだ、ここら辺ほら大変だ、絶対頑張ろう。かわら、明日は別に5時に起きんでいいけん、全然お風呂ゆっくり入れる。ああ、もうね、この1ヶ月多分お風呂ねバリ早かったと思う。もうお風呂の時間でさえももったいないみたいな感じだったから、もうぐにゃんぐにゃんぐにゃんって感じ。でもほんと今日はゆっくり入れるわ。でもおはようツイートの準備してない。おはようツイートの画像何にしようか、あとで決めよう。にょ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 。そうね、お風呃疲れるかな、ゆっくりできるかな。ね、ショールームもね、ほんとこの1ヶ月すまんなってぐらい七並べしかしてなくて、私の雑談を今月は、あ、来月か、一応7月はやってくよ。みんなお話ししよう、よろしく。でスマホ絶対に見すぎだと思うから、6月ちょっと減らそう、みんな視力悪くなっちゃうからね。そうしていこうね、ゆっくり休んでいこう。本当にもう達成感が結構あるけど、でもね、 SKE さんと合同ライブがあるってことは、 SKE さんはパフォーマンスすごいんですよ。なのでいっぱい自主練とかね、5周年もあるけど、まあ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 、まだ12月まで時間あるでね、5周年終わって SKE さんのライブへの準備もねしていこうと思います。まだあのセトリとか何も本当に何も多分決まってないと思うんですけど、何も聞いてないけど、そう、無理しないでありがとう。ねえ、上半期終わる、やばくない？どういうこと？大丈夫？すごくない？もう1年の半分終わった？どういうこと？早くね？本当に？本当にって思ってる、本当。ね、スケイさんとのライブ、あ、でもしかも前に一緒にニコ生に出たあの川島美晴ちゃんと伊藤美希ちゃんも会えるし、 SKE さんとのライブで最高。ママめっちゃ心配されてる。すいません、キャラメル食べて喉に詰まっただけ。すごいよこれ、今5種類食べよう、キャラメルの食べ比べをしています。お母様は5種類のキャラメルを、キャラメルが多分ちょっとちょっとへばりつく系じゃないですか。これとか全国なんかな、九州だけかな、分からん。初めましてのやつ、ボンタン飴しか食べたことない、キャラメルじゃないけど、ボンタン飴はボンタン飴の系の入れ物に入ってるキャラメル食べてる。兵六餅、兵六餅って知ってる？餅なん、
ボンタン麺とほとんど一緒だけど味が違うんかな、違いが分からん。あと紫芋も喉カッてなる。うわっ面白い。ニゴリンはね、あのさっきあのなんかせんべい食べちゃった、なんかしょっぱい食べたくなっちゃったの、帰ってきたらなんか塩食べたくなって、今日踊ったしと思ってせんべい食べた。オブラート外して食べようとしよったよね。ね、ボンタンアメ懐かしい。みんなボンタンアメって知ってる？懐かしい感じのキャラメルみたいな食感のなんか柑橘、これ何？何の味？分からん。ボンタン。ボンタン。うんですよ。ボンタンって何って。宮崎とかじゃない？らしい。分からん、知らん。知らんけど。でボンタン飴はね、そうちっちゃい頃はさ、あのボンタン飴ってそのまま食べていいんですよ、あのオブラートに包まれてるから。なのにオブラートが紙だと思ってちっちゃい頃こうやって剥がそうとしてたら全然剥がれなくて、なんか何でこれみたいな感じで言ったら、ママにそのまま食べれるよって言われて、あれもアーモンドチョコも種出しよった。あー最悪最悪。アーモンドチョコもね、アーモンドチョコって言ってるからアーモンドが主役なのに、まあ、なんか半分ぐらいなのに、アーモンドチョコもチョコの中に種があるみたいな脳みそで、ちっちゃい頃アーモンド全部出してた。やばくね食べよった、それ食べてくれた、半端ない量のアーモンドが食べよったけ、食べた、いや食べんよ、食べん、まあ、そうだよね、ちょっと無理、最悪最悪、もったいなすぎ、ただのチョコチョコ食べろよって、何してんねん。アーモンドは種じゃない、種だけど、種だけ、種チョコだけ食べたんよ、なんな、最悪じゃない、最悪絶対アーモンド食べた方が元取れるよね。キノコのあれとかもさ、チョコだけ食べたりとかじゃない、キノコの山、うん、え、どう、え、クッキーゾーン置いてみたいな最悪、もう最低な子供子供の頃マジ妖怪、妖怪じゃない、怪物、モンスター、怪獣だ、怪獣みたいな子だったんで、いやタケノコの里派なんですけどね、だからタケノコの里は多分食べとった全部、けど確かにキノコの山言われたらなんか残しとった気がする。どういうことやばいって、おかしいって感じだったよ本当。他もなんかあるんだけど、なんかね、なんかあったかな、行動やばいね、ちっちゃい頃がやばすぎて今が落ち着きました。本当どうなるかと思ったねポテト、ポテチのビッグを小脇に抱えて、うん、もう一個また買おうとして私持っとうのに、うん、でまだ2歳ぐらいやばすぎる、で泣きわめく買ってもらえずに、びっくりした、障子も破壊、あ、しとると思う多分、記憶あるよ、でも家とかじゃなくて、なんか障子は記憶ある、どっかなんかで、ね、人んちで、人んちで、最悪最悪、ピアノに油性マジック、あー懐かしい、最悪、いやなんかそれでも最初本当にママか誰かがなんかピアノって鍵盤何も書いてないじゃないですか、白いじゃないですか、だからなんかママか誰かが鍵盤にドレミファソラシドとか書いたらいいんやないって、そう言ってそんなこと言う人はなんてシール貼るなら私も多分そういう意味で言ったんやね、シール貼るっていう意味で、でもちっちゃい頃は分からんけん、あ、書けば痛いと思って油性ペンで書いた、ドレミファソラシド、ひらがなで、それがダサい、最悪っていうのがありますね。だからめっちゃそのピアノ、友達が来た時とかに、あの成長した時に、成長してもそのピアノはあるから部屋に、それを見られるのがめっちゃ恥ずかしかった、汚いピアノ、めっちゃ汚かったんですよ、しかもなんか書き間違えてるとこがあって、書き間違えとるのぐちゃぐちゃに塗りつぶして上にドとか書いて、最悪、めちゃくちゃ、もう油性だから取れないんですよ、しかももうマジピアノの先生とか聞いたらなんてことしてるのピアノにって思うと思うんですけど、マジやばいよね。あとリカちゃん人形とかは結構腕がもげたりしたからなんか洋服あるのに自分で洋服を作りたくて、リカちゃん人形のなぜかティッシュで洋服を作るって、でゴム、輪ゴムでそう、ティッシュでさ、ティッシュだって、ティッシュだけじゃさ、あのつかんやん体に、だけん輪ゴムでこうやってしてそ
して口紅の代わりかなんか分からんけど、また黒い油性マジックで、あリカちゃんの口紅真っ黒に塗り寄った。最低。それで持っとったリカちゃん人形全部腕もげてた最終的に私の大事なコレクションのやつまで最悪なんですよ。何しよう本当に。落ち着いたわ、急に落ち着いた。ちっちゃい頃やばすぎて、うん、本当に。でも私マジックペンめっちゃ使ってたんだね。お母さん大変でしたね。そう大変でした。ほら4歳ぐらいから急に、うん、多分幼稚園行った、保育園から幼稚園行きだして、なんか別人に変わって確かに、もうおとなしい。なんか保育園でね、なんかね、自分より年下の子に出会ったことによりちょっとなんかお世話するということを覚え、でも幼稚園でちょっとおとなしくなり、うん、一言も話しませんとか言った先生が最悪。給食も食べませんとか信じられなかった。幼稚園のご飯は本当にもうあのちょっと好みじゃなかった幼稚園のご飯は、もうほぼ残っとる状態でずっと昼休み、まあ、冷たいお弁当だったからね保育園は。その、うん、あそうだそうだそう、先生があったかいの作ってくれる。そうそうそう、しかも保育園はさ、なんかそうかわいい、なんかそのね、そこの店長じゃない、間違えた、園長さんが作ってくれるみたいな、手作りのご飯みたいな感じだったけん、幼稚園一気になんか給食みたいな感じになったけん、え待って、なんでこれ食べないかなって思って、食べてなかった。でも家帰ってきてめっちゃ食べる。そう信じられない量食べよったならしいです。幼稚園でおとなしくなって、小学校もちょっとおとなしいけど、でもちょっとずつ心開けてきて、6年間いるからね友達に、でちょっと明るくなってきて、中学校でちょっと明るくなって、高校で明るくなって今みたいな感じ。昔からクレイジーから、昔からどういうこと。でも3歳ぐらいまでね、おかしいおかしいとかそうだよ、うん、そうだよ。多分4歳からなんか本当急に人が変わった静かなんで、何があったん分からん食べ物さえあればそうね、味覚超えすぎ間違いないよ本当に。こうね、文句文句ばっか言っちゃって、うん、ライディングくらいから田中の本性沖さんにもやれてた、さっきおもろい。さては素を隠してる、隠れてる、今隠れてる状態なんかな、自分が気づいてないけど。だからもう5歳ぐらいから隠し始めてるってこと、本当の私はそっちってこと性格が変わったとかじゃなくて、今もう心の底にあるかもしれんでも今日も別に自分普通のテンションで話してると思ったのに、沖さんにもそらはさんにもなんかテンション高いねみたいなめっちゃ言われた今日。本当の自分が出始めてるのかもしれません。本当の自分とは本当の田中美穂が、う今また4歳の頃の記憶が戻ってきて出てるかもしれません。やばいねそうしてならば落ち着いたから、やっとね、はあほっとしたなーってなってるのかもしれない。かも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 だね。みおりんに料理作ってたらすごい腕上がりそう。ああそうだね、だからママ料理うまいんかな。ママのご飯今日のお昼、そうだメール載せようと思って写真撮ったのに忘れとった、載せるの全然メールかけんかった、もう頭の中はもう何もなかった。さっき今日のねお昼はハンバーグでなんかロコモコ丼みたいなのママが作ってくれた、ロコモコプレートみたいな、美味しい美味しい美味しい母の料理を。あと昨日はさこちゃんがハンバーガー食べてる画像もあるけど、ちょっとまた見せるね、チラッと見せたらこんな感じだけど、かわいいね。そう昨日さこちゃんがねマックをね食べよって、昨日配信始まる前まで時間あったからマックを食べてて、めっちゃハンバーグとか、ね、そういう系食べたくなって、今日はお昼ハンバーグ食べた、で夕飯にみたらし団子食べた
で帰ってきてせんべい食べた。お菓子好きすぎなんかすごいな、食べたいもんめっちゃ食べてる。でもちゃんとプロテインも飲んだね。大丈夫です何がって。そうです、大丈夫です。そうだ、さこちゃん、さこちゃんがねいつも飯テロしてくるから。だからさ、マックとかって食べた後もさ、そこマックの匂いじゃないですか。めっちゃね、場所がね、美味しそうな匂い漂ってた。そうなの。シャコ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 と可愛い自撮り撮れたから、これもまた送ろう。待ってて。今日はヨーグルト味のプロテイン、あの普通にコンビニで買っちゃったから、家にまだプロテインあるのにコンビニで買っちゃったんだけど、からヨーグルト味のプロテイン、あのヨーグルト味のプロテインさ、飲むヨーグルトでしかないんだけど、全然プロテインの味じゃないよ。なんかココア味のプロテインとかは、あー、プロテインの味で、あー、ココア風味だなーみたいな感じなんですけど、なんかヨーグルト味のプロテインおすすめ、飲むヨーグルトですって感じ、本当に。これね、美味しかったよ。今日はそんな感じ、ご飯。うん、びっくりした、冷房がゴンゴン言ってるって感じで、もうすぐ11時になるから、もうそろそろランキングいもうかな。にゅにゅにゅ、さこちゃんバイミックマック、そこまでは多分絶対食べれないわ。さこちゃんは、さこちゃんは昨日は多分ダブルチーズバーガーを食べてます。で、私と一緒なんですけど、ピクルスが苦手なので抜いて食べてました。うんうんうん、クルスはちょっと酸っぱくて無理なので、ちょっとって感じで、お揃いだねって言いながら、まだ赤ちゃんだねみたいな感じで、うん、で今日はね、そう、みんなも早めに寝て、本当に明日金曜日だから、ラスト平日お仕事あるかもしれないし、だからね、早めに寝ようね。エピクルスずっと無理なんだよね、意外とお子ちゃま。そうね、多分下は子供だと思う。なんかちょっと単純な味付けの方が美味しくて好きだから、うん、ピクルスずっと食べられんお寿司のガリもこの2年ぐらいで食べれるようになったぐらいだから、多分ね。だからちょっとまだまだ食べれないものを克服頑張りたいと思いますお風呂で寝て溺れんように頑張ります。じゃあそろそろランキング読んでいこうかな。もうコンタクトもカピカピちゃんだし。モブラさん、ハートありがとう。パイのみさん、お疲れありがとう。チャコミントリスペンライトありがとう。ということで、そろそろランキング読んでいきます。では22位のみほりん賞からいきます。22位はユナイテッドさん。そして13位はオオカミさん。12位あすみずきさん。11位森翔さん。10位みほの塩キャラメルさん。9位オロチさん。8位持続さん。7位みきちゃん。6位ジョーさん。5位大地さん。4位チョコミントリス。3位ヤスベイさん。2位コイさん。そして第1位は金友でした。ありがとうございました。ということで、皆さん本当にいろいろとお疲れ様でした。明日からもう7月だ。7月を頑張っていきましょう。下半期頑張っていきましょう。ということで、最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけん、チョキー。ありがとうございました。今年も残り半分だけど、よろしくね。ではまたね。おやすみ、本当におやすみ。いっぱい寝ようねー。